埼玉リプラボール危険ロールインサイドに合わせ6点目スコア。これも狙っていきます、狙っていきます。さあ9号湘南、9号湘南、さあファーストスコア、ファーストスコア獲得していきたい。さあオフボールのボールの入る前から戦い合います。いや守り切ったのは埼玉リプラ。さあ埼玉リプラ6ポイントリード。そしてこれは来ない、九方湘南返していけるか、ドライブ、これは N1 チーム九方湘南ナンバー来ない、九方湘南返していけるか、ドライブ、これは N1フォロー、埼玉リプラ。ドライブ強い。フィジカルは負けてません。力強いです、お互い。さあ、8分27秒。ファウルカウントは3つと2つ。さあ、ターン。これは逃れ、急報湘南守り切った。さあ返していきたい、6対1、5点ビハインドがホワイト、九方湘南2ポイント。さあこれはカウンターで1ポイントスコアしていきます。2ポイント下城海。残り時間7分52秒。オフボールのファウルがありました。さあこれで残り時間は7分49秒ですが、埼玉リプラファウルカウントは5つとなっております。さあアグレッシブとオーバーアグレッシブの境界を攻めていけるでしょうか、リプラ。さあこれはスコアやぶなしたヒットディフェンスでした。7対4、3点リード、埼玉リプラ2ポイント。フォローは九方湘南インサイド、さあインサイド、これもスコア下城海。
ドライブ、フィジカルでこじ開けた。さあこじ開けた、守る、ドローファール、ドローファール、惜しくもファール、空中で競り合ったプラスポイント、フォローは9号湘南。インサイド、さあインサイド、これもスコア、下城海。さあそして2ポイント、これはずれている、フォロワー埼玉リプラス、2ポイント。さあ4点差に広げてまいりました、ブラック埼玉リプラス。さあハンドル、これをスティール。さあそしてロールからレイアップ、守りました9号湘南。これ以上点差を開けられたくはない。インサイドへ回して、ファールです、ファールコール。さあこれで残り6分42秒を残して6ファールに追い込まれました埼玉リプラ。しかしスコア上はリードしております。もう完全に関係ないところでやり合います。これが男の子です。いいでしょう。スコア、ドライブフェイクで飛ばしたが、これはいませんでした。さあ3点差、追いかけるのはホワイト、急行湘南。さあどうする、ドライブを選択、ファールは避けます、ファールはできません。9対7、インサイド、ドローファール。さあこれもファール、おっと大丈夫か、痛い痛い、 OK OK、 勝てる勝てる、 OK OK、 いける、足もつけます、大丈夫です、強い子です。そしてね、倒れた相手をね、起こしてあげる、そのね、スポーツマンシップにもね、拍手です、リスペクトです。ここはナンバー1番鈴木徹、3点を追いかけて9号湘南、守りきれず、これは決めきった、9号湘南2点差、残り時間6分4秒。インサイド、インサイド、キャッチアウトシュート、2ポイント。さあ岸重と2ポイント。さあそしてこれはファウルなしで守ります、12対9、オフボールのファウル、残り時間6分4秒。インサイド、インサイド、キャッチアウトシュート、2ポイント。3点目からはボーナス2本のフリースローが与えられます。さあこれはディープ2、追い込んだか。さあ5分30秒、ジャンパー、フォロー湘南、うーん、これはヘルドボール、ヘルドボールがコールされてます。ヘルドボールがコールされております。ブラックボールでリスタート、残り時間5分24秒、12対93ポイントリード、埼玉リプラス、スリーポイント狙ってくれ、フォロワー9号湘南、鈴木ドライブ。さあこれはファールだ、7つ目のファールを引き出したのは鈴木のドライブ、ナンバー33。さあそのフィジカルでこじ開けます、ツーショット、1本目はミス。さあ追いつくためには決めておきたい大事なフリースロー、ワンショット、
対10、2点差。さあ2点差まで追いついてまいりました。さあ守る守る、さあこれはタフなショットだぞ。12対10。青ボール、ターンオーバーになります。青ボール12対10。さあ決勝に行けるのはもちろん一部、埼玉リプラオア九方湘南。2点差のこのゲームどうなるか。ステップサイドの2ポイントは守りきった九方湘南。さあここどういう選択をする。2ポイントチョイス。さあインサイドへ、インサイド。さあ2ポイント、コーナー2ポイント同点。さあここできたナンバー35志望状態。さあ同点です、同点です。さあこれはタフだがリングに当たってます。12対12。ごめんなさい、2ポイント。この逆転逆転逆転。さあ粘って逆転してきたのは、いや即追いつきます、失礼、即追いつきました。13対13。そしてオープンの2ポイント、これは来ない、フォローは埼玉リプラ。さあ7つ、5つと7つのファールの状態ですが、さあ2ポイント、同点13対13。ピックスリップ、これはピックに見せかけたスリップです。スコア アウトサイドからインサイドへドライブ仕掛ける。さあ1点リードに変わったのはホワイト九方湘南。ドライブだ、ドローバル。さあこれで2ショットが与えられます。1本目成功。2本目は外れましたが、フォローは九方湘南。15対13、2点ビハインドに変わりましたのがブラック埼玉リプラ。ルーズボール、ルーズボール、前についた前についた、スコアスコア。さあ14対15、1点差です。テイクドライブスコア。さあ16対14、守った、インサイド飛んだ、スコア。これで3点差。タイムアウトは埼玉。さあ16対14、守った、インサイド飛んだ、スコア。これで3点差、九方湘南。そして3点追いかけるのはブラック、追い込まれたぞ埼玉リプラ。さあしかしね、何があるかわからないのが 3x3 スポーツ、先ほど証明されました。さあ決勝をかけたその戦い、残り2分20秒、追いかける埼玉リプラボールでリスタート。ドライブうまい。さあこれはスコア2点差、15対17。ドライブスコア18対15。ノックアウトの21点までもオフェンスボール。ショットクロック継続です。
ショットクロック継続8秒、残り時間2分1秒、スティック、ドライブ、さあ、イージーバスケット、2点差、1分54秒。ドライブ、インサイドへ合わせた、この転がりは、さあ、そしてツーポイント、しびれる展開がやってきました。このセミファイナルゲーム2でもやってまいりました。残り時間1分34秒、18対18、同点。オフェンス9号湘南、ツーポイント、しかし自らフォロー、守ったか、これはどっちだ、うーん、残してる、4秒、このツーポイントがフォロー、鈴木ゴー、ミジカル、19対18。ここで肉体を輝かせてきた。3、守りきりました9号湘南、残り時間57秒、オーバータイム12秒、ショットクロックバイオレーション、守りきりました。さあ、残り時間は 57.5 秒。いや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 、セミファイナル2試合ともものすごい展開になってきました。現在19対18、1点リードするのは9号湘南。思い返せば、このゲームのスタート6対0でリードしていたのはブラックの埼玉リプラでした。ひっくり返し、ひっくり返され、さあ、どっちが表に立つのか。9号湘南オフェンス、この状態、さあ、オープンだ、ツーポイント、逆転、20点目、20対19、残り時間40秒。さあ、選ぶのはピックから、守った、ドライブ、守った、24秒、フルアップ、決まれば、フォロー、これはワンポイント、同点です。20対20。さあ、スコアした方が勝ち、スコアすれば何でもいい、スコアすれば勝ち。フォロー、キーフォー湘南、ドライブ、ゲーム終了、レギュレーション終了。さあ、いやいやいや、お客さん、どうすか、この人たち、ね、しなしファン、帰るんじゃないよって、ね、言ってますよ、20対20、このセミファイナルゲーム、9号湘南オフェンス、この状態、さあ、オープンだ、ツーポイント、逆転、20点目、素晴らしいですって。さあ、延長戦はレギュレーション先ほどと同じです。2点を先に取った方が勝ちです。2点先取、非常にその戦略も試されます。さあ、お客さん、皆さん拍手、そして歓声をよろしくお願いします。カモン、セミファイナル、オーバータイム、カモン、セミファイナルスタート、9号湘南、2ポイントゲットはその瞬間、ノックアウト、ドライブを決めきれない。さあ、2ポイントを選択、さあ、決めきったのはナンバー22号、岸重人、そして勝利とともに帰ってきた